ロデューサー、とても気に入りました。はい、この衣装のことです。ラブですね。お仕事の衣装とはいえ、制服を着て学校で撮影するのはなんだか緊張します。ドキドキだぞ。プロデューサーはどう思いましたか？恋する女の子、表現できていたと思いますか？そうですか。プロデューサーにそう言ってもらえて嬉しいです。やったぞ。なかなかの難易度。なんと心躍る空間でしょう。こう見えてパズルは得意なんです。一緒にいかが？あ、プロデューサー、お疲れ様です。はい、大丈夫です。ドキドキ。はい、とても快適に動けます。デザインもとても可愛いです。やはりプロデューサーには伝わっていましたか。さすがです。一目見ただけで私はこの衣装をとても気に入りました。鏡から目が離せなくなるほどです。ちー、おっと。ですからこの衣装を用意してくれた人には私の気持ちが見透かされていたということになります。つまりプロデューサーは私の気持ちをすべてお見通しということに。ドキドキ。少しですか。では昨日の夜、私が何を食べたかはわかりますか？ヒントはロシア料理です。数字で言うと6の次で8の前のボル。はい、正解です。さすが、お見通し。それでは最終問題です。最後なのでポイント2倍。私
真壁瑞希はこんなに素敵な衣装をもらって今どんな気持ちでしょうか。これはノーヒントでお答えください。私と同じプロデューサー。私はつい先ほどまで浮かれていましたが、今ますます幸せな気持ちになってしまいました。ドキドキが止まりません。プロデューサー、おはようございます。今日はよろしくお願いします。はい、撮影が始まる前にしっかりとイメージしておきたかったので。プロデューサー、今日の私は一味違います。さて、どこが違うでしょう。ほう、さすがです、プロデューサー。そうです、今日の私は気合十分。今回のプロモーションは恋がテーマと聞きました。私、恋にはちょっとうるさいです。はい、今日の撮影のために家で自主レッスンを重ねてきました。イメトレはバッチリ。はい、まずは徳川さんと秋月さんから恋愛をテーマにした小説や漫画を借りました。それから馬場さんに北米ドラマも少々、大人の恋愛シチュエーション。今の私はただの瑞希ではありません。恋愛マスター瑞希と呼んでください。イエイ。はい、もちろんです。みんなを虜に、みんなを、みんな。あ、待ってください、プロデューサー、質問があります。みんなというのはファンの皆さんのことでしょうか。その場合プロデューサーは。とっくに私の、プロデューサー、私の恋愛マスターとしての勘が告げています。今いい写真が撮れそうだと。では行ってきます。
この感覚が残っているうちに早く。